ルナー A4 型蒸気機関車4468号機マラードマラードはロンドンノースイースタン鉄道の蒸気機関車である4468号機マラードは A4 型のうちで最も有名な車両である日本ではマラード号と呼ばれることが多いこの機関車はナイジェル・グリズリー卿によって設計され1938年 イングランドのドンカスターで製造された。風洞実験を利用して設計された空気力学的に優れた流線形の車体を持ち、時速 160km100mph 以上の速度で走ることができた。1963年の引退までの総走行距離は約240万キロ。1988年に50周年を記念して、 胴体に復元されたが、ボイラーが検査を通過できず2003年9月に、再び引退した。現在はヨークにある、イギリス国立鉄道博物館の収蔵品の一部として、生体保存されている。全長は21メートル、70フィート、総重量は165トン、車軸配置は4から6から2。マラード号は、時速203キロメートルという蒸気機関車の世界。 最高速度記録を持つ。この記録は1938年7月3日、東海岸本線のグランサムにある、ストークバンクの下り坂で樹立された。最高速度が記録された位置は、リートルビサムとエッセンジネの間、90のマイル表、距離表の地点である。これにより、ドイツ国鉄ーゴ形状機機関車が1936年に樹立した最速記録、 時速2 0 0 4トルを塗り替えることに成功した。マラード号は速度記録に挑むには最高の機関車であった。流線型に設計された車体は時速1 6 0トル以上での走行を想定されており、内部の2本の煙突と2つのキルシャップブラストパイプは高速掃除の空気抵抗の軽減と円滑な排気の流れを実現していた。ドライブトレインは 連続的に発生するトルクが安定に寄与する3、シリンバキであり、動輪の直径は約2メートル6フィート8インチで、当時の技術で実現できた回転数に最適化してあった。最高速度を樹立するために、機関士には勇敢なことで有名だったジョーセフ・ダディントンを、機関助子にはトーマスブライを選出した。ストクバンクは1、178から1、200。 5.6から5パーミルの勾配を持つ下り坂であった。6両の客車に加え、記録計測車両を連結したマラード号は、坂の頂点を時速 121km で通過した後、加速しながら坂を降り、最初の 1.6km、1マイルで 141,155,167,172,179,187, そして、 時速 192km という速度を記録。そこから 800m、1、2マイルの地点では194、197、198、200、最終的には時速 201km を記録した。この時記録計測車両の計器は 125.88mph、時速 202.58km の瞬間、最高速度を記録し、これが、 世界最速記録の 126mph、時速 203km となった。最高速度記録を樹立した直後、マラ・アド号は、クランクピンのベアリングをオーバーヒートにより破損、焼き付きしたため、ドンカスターに戻って、修理を受けた。この時グレズリー・ホルクロフト連動弁装置と呼ばれる、内部のシリンダーの弁装置の動きを、外部のシリンダーに伝達する、装置。 連動テコに機械加工と組み立て上の不具合が発見された。この装置は構造上ほとんど修理不能な位置に取り付けられているものであった。この不具合により高速走行時に外部の2つのシリンダーに比べて中央のシリンダーに大きな負荷がかかってお、これが故障の大きな原因となっていた。その後、ドイツ国営鉄道の霊語型が マラード号に迫る記録を出したものの、この世界最速記録が蒸気機関車によって破られることは、ついになかった。マラード号より、高速な蒸気機関車に関する噂や伝説は多く、存在するものの、十分な証拠のあるものはない。しかし、マラード号と同様に、ストークバンクのような、長く緩やかな下り坂での走行でれば、他の蒸気機関車が、 マラード号を上回ることは可能であると思われる。列車の記録においては、自動車での記録とは異なり、2回の走行の記録を平均する必要がなく、勾配や風による補助も認められているという点を留意する必要がある。時速 203km の記録を上回ったと主張されている蒸気機関車はいくつか存在している。例えば、ペンシルバニア鉄道の,のプロトタイプは、 時速 225km を記録したとされている。また、世界最速の定期貨物列車経営用の蒸気、機関車である、ミルウォーキー鉄道のは表低速度時速 160km を超える速度で運転されており、最高速度は時速 190km を超えることが知られている。現在も、マラード号の記録は破られておらず、ギネス世界記録にも、 世界最速の蒸気機関車として認定されている。車体側面に速度記録を記念する名板が設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。